嫁が、あんたにお金は求めてないって言ったんですよ。その時僕、ラッキーと思った。ラッキーベッドインのパターンどうすんの。いや、もうあとは僕はお願いしますっていう。させてくださいって。そしてはっきり言わないですよ。もう泊まりましょう。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ、みんな愛してるよ。え、ほんで内間は、はい、今の奥さんは出会ってでもどれぐらい。出会って結婚しても含めて20年ぐらいですね。すごいよね、うん、え、いくつの時に出会ったの。26で、ね、出会って、はい、ほんで何年付き合ったの。8年付き合いました僕は。あ、理由は前のとこと一緒、このやっぱり養えないからで、それぐらい長引いたの。そうですね、まあ向こうはもうね、あの早めに結婚っていう話は出てたんですけど、うん、やっぱ給料が追いつかないから、だからそれを言い訳に毎年更新というか、その更新、もうちょい恋愛期間を続けましょうと。まだ結婚じゃないですよと。そうですよ。それを続けて8年目に、うん、僕の誕生日だったんですよ、その日、うん、で焼肉屋行ったんですね、うん、結構今日は贅沢しようぜって、うん、焼肉食べてる時に結婚の話出たんですよ、うん、でも案の定やっぱり僕お金がっていう話をしたら、嫁が言い忘れてたけど、あんたにお金は求めてないって言ったんですよ。その時僕ラッキーと思った。ラッキー。ああ、おい、ちょいちょうかもっと早言うてくれよな。それで2ヶ月後の8月に結婚しました。ラッキー婚。それでもな、はい、じゃあ2ヶ月後の8月に結婚ってなるけどさ、はい、するってなってるじゃん。婚約指輪から式場からいろいろあるやん、はい、金かかるやん、はい、これはね、やっぱ男が用意せなあかんとこやんか。そうですね、まず式は挙げてないですます。そうか、まだね、うん、で、結婚指輪なんですけども、うん、それはあの嫁のお金で買いました。マジで。そうなんです、だから本当に申し訳ないっていうか。え、そんなことありえんの。そんなことありえたんですよ。宝くじ当たった人みたいな。いや、俺びっくりしました。そんなことありえた。そんなことありえたんですよ。お前、刑務所戦ってる人がロット専門当てたみたいな。いや、びっくりしましたね。奥さんの方が割と強い。強いです。かなり強いですね。でも付き合う時、一番最初の、はい、まあ内間からやっぱアプローチやろ。僕の方が先にアプローチ。これかっこいいですよ、井上さん。なんか、付き合うに至るのが。どんな感じだったの、はい、まあ、付き合う前に、まあ、前の相方と僕、コンビニで、うん、まあ、多いの、うん、で、その時、ライブ読んだんですよ、嫁、うん、さんを、うん、まあ、付き合う前は。で、僕、漫才、まあ、してた、もちろん、嫁さんに対しても漫才してますけども、うん、結構満席で、後ろの方に嫁さん立ってたんですね。うん、そしたら、漫才の途中で、嫁さんが貧血で倒れたんですよ。はっきり見えて、うん、やばいと思って、うん、僕舞台から飛び降りて解放したんですよ。かっこいい。で、お客さんわーなってるやん、ザーザーザーって。まあ、なったんですけど、僕はもう落ち手前だから、もういいかなと思って。まあちょっと落とせる、まあ、難しいところだけど、人命優先にしよう。人命優先、人の命が大切なの。もちろん、こっちより。あ、もちろん。で、解放するやろ。解放して、まあ人がいっぱいいたんで、一旦控え室まで連れて行って、うん、僕はまあ、いろいろ対応があるから、うん、お客さんに対しても、うん、もう漫才できないけどもっていう説明しながら、うん、終わって、その後から嫁さんから、うん、連絡来たんですね。ありがとうございましたと。お礼をしたいんで、うん、今度じゃあご飯どうですかっていうきっかけですね。で、ご飯行くようになって、内間が口説いて。口説いた。そうですね。はい。で、内間ってどういう口説き方をするの。僕はまず食事行くじゃないですか、うん、で、もう一軒行こうって言うんですよ。一軒目の話はもうしてくれへんな。一軒目でこんな風に振る舞いのさ、もう一旦忘れた方がいいんだな。普通一軒目でこんな感じで振る舞ってとかがあんだけど、一軒目も記憶が消してるんだな。脳がスゴロクみたいな。次の言ったんだな。まあ、じゃあ一軒目は普通におしゃべりして、おしゃべりして自己紹介して、俺たちが語りながらももう一軒行こう。で、次の店でももう一軒行こう。すごい。1ずつ出てくるもんね。それの繰り返しですね。そしたら行き着く場所がどっかの部屋になるし、もう一軒の連続で。何か言うな、お前。チューするときは。チューするときは、最初にチューしたときどんな。最初にチューしたときは、カラオケだったんですけども、うん、カラオケ歌うときに、一番の歌詞が終わって、うん、
伴奏があるじゃないですか、うん、時に手を回すんですよ、うんうんうん、そして次2番歌うって完全に思ってるじゃないですか、思ってる、で2番行く前に一応しますしょうもない変なところです、そしたら向こう意外に2番行かなかったのっていう、まあ、そうやな感じで、それがファーストキスですね、それがキスのパターンであれば、はい、でベッドインのパターンどうすんの、いやもうあとは僕はお願いしますっていう、まあもうチューしたらもう最後シンプルだ、お願いしますってこと、別させてくださいって、そしてはっきり言わないですよ、もう止まりましょう、止まりましょう止まりましょう、あ しかもたまたま雪降ったんですよ、もう帰れません、止まりましょう昔話だな、面白いよね、この率直な疑問やねんけど、ある程度収入が増えて、はい、生活も普通にできるようになった、もちろん家も買ったりしたやんか、はい、改めて指輪渡そうとかなかったいやーじゃなくていや、どっかあるやん、あ、なんか今は我に返ったというか、うん、確かに渡したいですねやってる、例えばスリムクラブ YouTube チャンネルやってるやんか、はい、たくさんの方がスリムクラブファンなわけやん、うん、そこで例えばクラウドファンディングとかで島の結婚式、うん、そんなめちゃくちゃ長く集めんでええやん、はい、確かに、うん、よくな、それをだから YouTube で撮るもできるし、でコロナ明けに人が来れるようなつけ呼んでな、そうそうそう、だから返礼品としてみんな参加やったらファンの方は内間に会えて嬉しいし、なんなら内間夫婦を祝福できて嬉しいしとか、おもう結婚して長いからさ、改めて結婚式するとか婚約日渡すって多分照れくさいし、ちょっともうええわってなる部分あるけど、それのきっかけをだから前だスリムクラブチャンネルとかもう一個企画としてやりましょうやったら、もうええってって言いながらも、あ、どっかやりたかったなっていうのを仕事で動かしてくれるが一番ええやん、うわ嫁にサプライズ、はい、内緒で、こいつもうオナニーと一緒ですね、もう完結してますね言ってますね、こいつもやらんだろ、これね、いや、やろう、現実でやれよ、現実、そう、現実と妄想は違いますから、うん、そうやな現実じゃあ最後に、はい、じゃあ内間、前田から、はい、まあ照れくさいと思いますが、はい、改めてカメラに向かって、はい、奥様に感謝の一言を、はい、お願いいたします、じゃあ内間から僕からですね、いや、普段は本当に何も言えずにすいませんでした。で、そうですね、本当に感謝してます。あなたがいなければ、今の俺はなかったと本当に思いますんで、今度、直接お礼を伝えますので、よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。素晴らしい。いい。いろいろ苦労をかけた前田さんもお願いいたします。はい、ハリサさん、本当に、私の前に現れてくれてありがとうございます。本当あなたがいたおかげで生きております。いろんな苦労をおかけしました。これからは幸せにできるように本当に頑張っていきたいと思いますので、毎朝股間触っていいよ。いや、いい夫婦や、いい夫婦や、なんかでも2人のこの結婚の話を聞いてると、はい、いい部分も悪い部分もすごい分かった気がするので、はい、自分が結婚した時にちょっと参考にさせていただきます。そうですね、はい、浦井さんもいい結婚ができるように、そうやな、だから本当に、はい、本当2人の話聞いて一番強く思ったのは、何が何でも股間からパワー上げんと思ったもうそれは思ったね。はい、ということで今回のラブトークお相手はスリムクラブのお二人でした。ありがとうございました。いいね、高評価、チャンネル登録もお待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。